ポケトルさんと僕のところはこうコラボさせていただけるということで、今からちょっとこれをね、実際に使い方を僕全然分かってないので、ぜひ実際やってみていただくのが一番いいかな。そうですね。開けますね。はい。この中に全部入ってるんですよね。全部入ってるんです。全部入ってます。なので、ちょっとやっていきますよ。はい。順番に。一旦全部入っちゃう。はい。これがあれですよね、ポケトルの。あ、そうそう、ポケトルクリア。豆入ってます。豆入ってますね。これが机みたいになるってことですね。スタンド的な感じになるんですよね。はい。これでしょ。ここ置きますよか。これ、僕ポケトルさんとコラボするっていうので、はい、本当にね、はい、自分がコーヒー豆になるんじゃないかってぐらいコーヒー飲みまして。あ、そうですか。はい。これはい、ちょっと言うと。もうすんごいコーヒー漬けになりまして。そうで、7種類か8種類のコーヒーを毎日飲みまして、はい、でうちの店舗も、はい、オーダースーツ屋なんですけど、はい、コーヒーキットとコーヒー豆をこうお客様に提供できるようにしようというので、はい、あ、いいですね、はい、まずね、あの北区のね、四竹ってご存知ですか？あ、わかります、わかります、はい、のとこにある、はい、結構ね、インスタとかでも有名で、はい、なんか東京に卸とかももしかしたらされてるってお聞きしたんですけど、はい、そのサーカスコーヒーさんっていうコーヒーショップがあるんですよ、はいはいはい、で、もちろんコーヒーに携わるマグカップとかそういう小物から、はい、コーヒーの豆までたくさんあって、はい、実は、うん、初めどうにかしてコーヒー豆をおろしてもらいたいんですっていうのを、はい、飛び込みはった、はい、もう知り合いだったんですけど、はい、突然行って久しぶりですねって言って、はい、コーヒー豆をどうにかうちで取り扱いさせてもらいたいんですよっていう話したら、はい、初めいやコーヒーそんな飲んでへん人にでけへんわと、はい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 、加藤さん飲みたい人にやっぱり提供するんやから、はい、ぜひ、自分がまず飲んで自分が好きなものを見つけてくれと、そりゃそうですねって言われて豆を挽いた状態のものをドリップだけするものを8種類ほど購入させてもらって、はい、そこからずっとそれを、まあ、1日目はもう全部立てて、はい、飲み比べてみて、はい、で今度ちょっと気に入ったものを毎日飲んで、はいはい、で最初はこう今まで飲んだことない味のものがすごい新鮮で毎日飲み続けるんですけど、はい、ちょっとやっぱ味が独特なものを最初飲み始めるんですよ、はい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 、で毎日飲むとちょっと癖が強くて毎日飲めなくて、はい、今日今引いてもらってるこのミルで引いてもらってるものを一番毎日飲めるなと思ってチョイスして、3種類うちの店舗に味としては置かせてもらう、はい、なるほど、はい、でこのコーヒーキットとうちの、まあ、ジャケパンスタイルで、いいですね、できればテラス席とか、はいはいはい、バルコニーとか完璧ですね。あとはまあちょっと屋外に出張った時に、はい、なんかこういいんじゃないかと、出張とかでね、たまにこう車でよく出張行かれる方とかはちょっと空き時間とかに海とか寄ってね、車のいいですね、トランクパンと開いて、いいですね、SUV なんかのトランクパンと開いたらちょっと後ろ座れるじゃないですか、最高ですね。そこでちょっとこういうのを立ててもらえるイメージを、これ母さんこれ完全に立てていいんですか、はい、完全に立ててください。おお、行きましたね。あ、そうやってつけるんだ。ほんまだからチャッカマンみたいなのがあるんですね。あ、そうですね、そうですね。これでいきましょうか。ぜひ飲んでもらいたい、小林さんにも飲んでもらいたいんで。あ、そうですね、はい、初めてですか、これで自分で飲む。いや、それはもう日常茶飯事ですよ。日常茶飯事飲んだんですか。もうそれはもう、それはもう、それはもうですよ。でも基本的にはこんな感じでお湯沸かしていただいて、はい、でもドリップしてもらって、あ、でなんで今
ここについてないもんで言ったらアルコールと水、はいはいはい、それを買うと。これはちょっと持っていってもらうと、まあ、フィルターですよね。あとフィルター、フィルターですね。そうそうですね、はい、そうですね。これは本当は、はい、まあ、一人で、なんでしょう、はい、ソロキャンとかも流行ってますけど、はい、一人でこのキット持って行ってどっかで黄昏たい時とか、はい、こいつをマグカップ代わりに使っていただいて、はい、あ、そういうことか。そうで、こいつ2ついてるんで、これで飲めば、はい、でこれ保温保冷のダブルウォール機構になってるんで、飲んでもらいながら、これちょっとだけまあ移動してもらう時でもこれに入れといてもらったら保温保冷が効いてる。なるほど。じゃあ飲み物が出来上がってちょっと入れといてもらうのにはもうすごいですね。そうそうそう、そう、全部入って、ほんまに全部入ってるんですね。もう飲むためのものから。そう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 、